さてピーナッツくんで、ということで本日はですね、はい、こちらで遊んでいきたいと思います。ボー、いや登場の効果音すごいな。ボーってひらがなポーカーです。ひらがなポーカー知ってますかこれ？知りません。なんか日本語で遊ぼうかなんかのおもちゃですか？もうそう、ピーナッツ5歳児なんで今日日本語で遊ぼうですよ。NHK です。 NHK。 あ、じゃああなたは小錦は、ちょっとわかんない。誰お兄ちゃん相撲だよ。いや日本語で遊ぼうで大きい人いるじゃん。いやこのひらがなポーカーはですね、はい、ポーカーを知らない人でも遊べると。あ、ピアツくんポーカー知ってる？あー知ってます。知ってるんだね。じゃあまあいいよ。知ってても遊べるから。知ってても遊べるんだね、よかった。たまたまこの間本屋さんで見つけて、はい、まあ、最新ゲームかと思って買ったらね、まあ結構前のゲームだったっていう。あるよねそういうことは。まあ、最近滋賀に前歩いてきたんでしょうね。なるほど。東京ではもう2年前からあったみたいです。おいおいおい、2年遅れ。2年遅れです。ちょっと面白そうやったんで、はい、まあ、ルールは簡単で5枚ずつまずカードを配ります。はい、で2回山札から手札を交換していいです。ああ、それはポーカーと一緒だね。で自分の手札の中で5文字の言葉を作ります。はあ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 。透明のカードがありまして、この濁点とか丸はいつでも使って OK です。なるほどね。はい、で面白い言葉を作った方が勝ちです。面白い言葉を、あ、まあ、そんな感じの言葉を作り上げるゲームですね。あー面白そう。ポーカーだからちゃんとポーカーフェイスでいかないと。あ、まあ、シュールな感じ。ポーカーフェイスよろしくお願いします。その顔ダメだね。お前の顔はもうじゃあずっとダメじゃん。おいずっとだ。おいはぁ。はい、じゃあまず5枚ずつ配ります。はい、 OK? OK。 なるほどね。うわ、交換するわ。はい、交換しなくてもいいからね。いやちょっと待って、ちょっと交換。はい、じゃんけんで勝った方からでしょ。あ、OK です。最初はグー、じゃんけんチョキ。はい、勝った。あ、じゃあ勝ったパンボからね。はい、じゃあゴミ捨ての日が、あ、なんかそういう状況説明からね。あ、そうですね、そういう感じです。あ、これ作り話でも何でもいいですからね。実話でも何でも OK です。ゴミ捨ての日が週に1回しかない地区に住んでいて、もう次の日から旅行行くから絶対にゴミを捨てておきたいけど、時間にギリギリ間に合わなかって捨てに行ったら、はい、あのもう回収業者が来ていてすごい慌ててる時。捨てさせーって、あー捨てさせーって捨てさせての捨てさせーって走ってんの。あーはい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 、まあ、こういう感じです。こういう感じです。あ、そういう感じか。はいはい。あー、おはよう。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 おはよう、あきこ。おはよう、あきこ。あきこ、あきこ、あきこ早く起きろよ。あー眠い、あきこまだ眠いです。あきこ早く起きろ。あきこまだ眠いわ。おー、何時だと思ってんだあきこ。何時？あ、もうこんな時間、早く会社行かなきゃ。あー、アキコ、いつまで寝てんだ。ちょっと待てアキコ。何？もう私会社行かないといけないんだから。アキコもう寝癖がすごいぞ。アキコもう寝癖がすごくすぎて。アキコ、ケク。アキコケクみたいになってるよ。アキコケク、アキコの寝癖がクみたいになってる。アキコケク、アキコの寝癖、髪の毛がクひりがなのクみたいになってるの。クみたいになってるよ。こじ開けたな言葉の脳わお。あー、これはどっちですかね。いやでもちょっと苦し紛れだったな僕。ポンポコがまだ言葉として成り立っていたね。いやまあ確かに、ちょっと言ってもらえますか。 はい、いや面白い。いや面白いね。ひらがなポーカーいいですね。はい、じゃあ次ね。よし、ドロヘドロとか来てほしいな。あ、めちゃくちゃいいじゃん、最強じゃんそれ。ドロヘドロ、ドロヘドロ、5文字だね。ちょっと思い切って4枚変えよう。うわぁ変えるなぁ。じゃあピーナッツくんからね。これある小学校の話なんだけど、はい、クラスでねちょっといじめられてる子がいたんだよ。はいはいはい。その子の筆箱が臭いって。なんか筆箱臭くねおめえって。
悲しいな。なんか筆箱くせえぞ。え、でもその子は別に自分で臭いとかそういう自覚はなかったから悲しかったんだよね。いや、あいつ筆箱臭いからさってずっと言いふらされててさ、いやもう本当に嫌になっちゃったんだよ。で、新しい三角定規を買ったの。多分三角定規が臭かったんだなと思って新しい三角定規を買って、その次の日ね、投稿したら、まだ臭い臭いって言われるんだよ。これその筆箱が原因じゃなくて、臭いって言いたいだけなんだ。もうそう思うと悲しくなってきてめちゃくちゃ悲しいな。もう首謀者の、その一番ね、あいつの筆箱臭いからさって言ってるやつ、そいつをもう教室で発見した瞬間、その三角定規を、もうそいつ向かって投げた。その時の効果音です。おひゅん。これですね。なるほどね。こもってるよ。面白いわ。ヒュンじゃないんだもんね。おひゅんってこう勢いがあるもんね。いやもうそう、おひゅん相当もうおぎゃんだから、その後食らった方、食らった頭におやんプシュー。はい、じゃあ次ポンポコね。はい。なんかもう地元では仲いいヤンキーグループで、まあ、刑務所に行くことが多い皆さん、ようなグループで、まあ、あいつも刑務所行ったし、そいつも刑務所行った。はあ、待って、実話ですか？怖い。違いますよ。怖い。ちげえよ。実話。あいつも刑務所行った、こいつも刑務所行った。でその中でなんか会計係みたいなポジションで真面目なやつがいたのね。はあはあはあ、そいつだけは絶対に捕まる、悪いことしてるけどそいつだけは絶対に捕まらねえ、っていうまあキャラのやつがいたんだけど、まあ、ちょっとヘマやらかしちゃって、まあ、そいつもついに捕まっちゃったんだよ。あら、まあ、その時にポンポコが投げかけたそいつへの一言、お前もむしょるの？むしょる？むしょるって言ってんの？そう、もう当たり前だから、むしょる。でもお前もっていう、むしょる。むしょる。あ、面白い。それめっちゃ笑っちゃった。ポンポコさんのやっぱリアルな言葉だから、リアルな言葉だからすごい。使わねえよ、むしょる。伝わりますね。わあ、これいい戦いだ。ああ、いい戦いだったら今。いや、でもこれはちょっとむしょるの面白かったですよ。あ、5文字としてはむしょるが成り立ってましたかね。さあ。いいですか、もらってポイント。どうぞ。ありがとうございます。揃わないもんだね。なこれで有名なのがヤクミツルらしいんだけど、ヤクミツル絶対揃わないよな。あー、絶対揃わない。人の名前揃ったらマジで気持ちいいだろうね。はい、ダメだ、全然揃わねえわ。はい、オッケー。じゃあ次ポンポからいくわ。はい、ちょっともうパッといくよ、これ短いわ、エピソードそんなない。はい、2000年代前半のトレンドを詰め込んだものを芸としている芸人の一つのネタ、はい、あんたウォウォウォ、日本の未来はウォ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 ウ。そうそうそう、何何。はじめのカンタは何？トトロです。あ、トトロ。カンタウォ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 、日本の未来はイエイイエイイエイ。いや、トトロ多分90年代だよ。無理やりだな。ピアニスお願いします。これ結構事件なんですけど。あ、はい。梅干し業者さんがすごい詐欺に引っかかってるらしいんですよ、最近。おお、大変ですね。特にその女性の梅干し業者さん、まあお年寄りの方が多いんですけど、若い男性にこう言い寄られて、なんかすごい恋人関係になった後に梅だけ盗まれて、あ、結婚詐欺みたいな感じで。そう、結婚詐欺みたいな感じで、はいはいはい、そんな感じのことが多発してるんだって。で、今梅干し業者に限らず、梅干しをつけてる人、もうそういう人たちも狙い始められてるらしい。家庭で、だからもうそのおばあさん方、梅干し業者さんのおばあさん方からしたら、はい、そういう若い男性が言い寄ってきたらもうこう思うでしょうね、おめえ梅狙いか。梅狙いです。面白いな。
梅狙い、あー梅狙いと思うわ、そりゃ梅もまた梅狙いかって梅狙いかって思いますよね。強いわ。はい、ピーヤツクよっしゃいや、これうんすごい、あのなんか最近見つかったユーマの話なんだけど、これ信じるか信じないかあなた次第なんですけども、 あ、はい、あのタコとイカっているじゃん。あ、はい、タコはこう脳がすごいいっぱいあるんだって。へえ、今日魚介多いね。はい、そう魚介多い魚介多めですね。ちょっと脳がいっぱいあるから頭いいって言われてんじゃん。そうなの。そう、へめっちゃ頭いいんだよタコって。へえ、そうで、タコとイカで、イカは別にそんな頭いいって言われてないの、うんうんうん、だからね、ちょっとイカがタコに嫉妬しだしてすごい、はいはい、なんか最近進化がすごいらしくて、イカの、あ、嫉妬してタコ。そう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 、うん、この間、先月の、4月か、うん、4月にあの漁業で、うん、こう何イカをね、イカ漁の人がこう、うん、イカを水揚げしたら、うん、やめろやめろやめろってやめろやめろイカがやめろ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 イカやめろイカって言ってたんだ。もう漁師さんからしたら、うん、なんだこれ、しゃべってイカがしゃべってる。もう次翌日の新聞見たら一面イカ話でした。これも信じるか信じないかあなた次第なんですけど、やめろイカやめろイカってイカが言ってたんだけど、やめろイカやめろイカって過去の進歩がすごすぎて、都市伝説ですね。いいですね。はいはいはい、じゃあ私最後いきますね。はい、ギャルが友達とコンビニ行って、はい、まあ、財布を忘れたんですよ。はい、まあ、友達がお金貸してくれて、あ、マジごめんねありがとう。その後、まあ、ギャルが運転手だったんですけど車で、はい、まあ、ガソリン切れちゃって、はい、さ、友達がたまたまガソリンを持ってて入れてくれて、あー、ありがとう、うん、でその後、車がパンクするんですけど、はい、また友達がそのパンクを直す術を持っていて、はいはいはい、すごいありがとう、なんでそれその後ギャルが家に帰って、はい、鍵をどっかにもう忘れちゃったんですね、はい、で家の鍵がないと。そしたらその友達は、鍵を開ける術を持ってたんですね。はあ、ありがとう、あんた神いや、だそのギャルとかマイルドヤンキーとかちょっとなんかあれだな、地方地方の言葉多いよ。うっせえな、言いそうだろギャルが。言いそうだけどちょっとありがとうもう腹立つし、いや、すごいことが続いたから、もうあんた神レベルにいろいろできるじゃん。なるほど、ことです、はい、いやでも結構成り立ってるな言葉としては。ああ、マジですか、これちょっとどっちですかね。まあでもちょっとイカ話すの方が面白かったですね。あ、そうですか、はい、はい、じゃあ結果ピーナッツくんの勝利。イエーイいい勝負だったけどな、多分。いや、ポポさんの言葉もなかなか良かったですよ。なんだっけ、あの、何ショムニみたいな、ムショル、ムショル、ピーナッツがやっぱストーリー話すのが上手かったですね。 ありがとうございます。これ結構やっぱその、はい、前振りが結構大変ですね。これ前振りで言葉にいかに意味を持たせるかのゲームでしたね、まさかの。そうですね、ひらがなポーカー、いやー、ロイヤルストレートフラッシュしたかったな、悪夢するとか出したかったね。ね、出ないもんですね。出ないな。いや、これでもシンプルながら面白いね。みんなも本屋とかで見つけたらやってみてね2年前の流行ですけど、未だに面白いですね田舎の本屋なら今発売し始めてるかもしれないわ。なるほど全国順次拡大中、順次拡大中、2年越しの。なるほどはい、というわけで今日見てくれてありがとうね。また明日、じゃあね、バイバイ。バイバイな。なあ、これ何のゴムに揃ったら気持ちいい。キングダムでしょ。おお、ドロヘドロも良かったですね。ドロヘドロ、だってヘウゲモノ、ヘウゲモノ、ピーナッツ、あ